どうも皆さんこんばんは、サンキュームービーです。今年ね、2024年東京ゲームショーのビジネスデー1日目と2日目に参加してきたんで、ホラーゲームを中心にご紹介していこうかなと思います。ほんとね、たくさんのホラーゲームがあって、まあその中でもね、一切前情報もなかったホラーゲームだったりとか、あと直前にね発表されたホラーゲームなんかも試遊してきたんで、その映像をね交えながらご紹介していきたいと思います。あのヨシエが帰ってきます。恐怖の森デスフォレストの続編、いやリメイク作品が試遊できたんで、今回ね許可をいただきながら試遊の映像をねお届けしたいと思います。で、試遊のデモ版は新しいね敵とかは出てこなかったんだけど、リメイクの雰囲気はね味わうことができましたね。速攻あの巨大なヨシエの顔が迫ってきました。まあ、今回ね THQ さんのご好意でビジネスデーにね参加できたんですけど、このリーアニマル、リトルナイトメアをね作ったスタッフが手掛けているんですけど、なんと2人でねプレイしながら試遊できるんですよ。これがものすごく面白かったですね。で、別会場の方に小竹クリエイトさんの8番出口、そして8番乗り場のねスイッチ版と PS5 版がね発売予定と。で、講談社ゲームクリエイターズラボ、ここでは我らが市松鈴鹿さんのぐちゃぐちゃ版のショーと。で、ちょっとね重圧式だったんでね、カーテンで仕切られてましたただすごいね映像とかクオリティが高くて、で、なんか赤ちゃんを抱きかかえながら移動していくんだけど、なんかね軍服を着たね何者かに襲われるんですよ。そいつに逃げながらどっかに行かないといけないんだけど、それは結構難しかったですね。ただすごいですよ、この人間のクオリティが高い。一体どんなストーリーになるんでしょうか。もしかしたらゴーホームとヤソにつながってるかもしれない。ぐちゃぐちゃ版のショー、10月発売予定です。ここはリリース予定はないんですけど、太田情報商科専門学校の学生さんが作ったユーマグレっていうねゲームも試遊できたんで遊んできましたね。リリース予定はないんですけど、まあ、こういったね学生さんが、まあ、後のねホラーゲームとか作ってくれると嬉しいですよね。で、これは何ていう名前なんだろう。結構前から Steam のねウィッシュリストに載っていたんだけど、 TGS の方でね試遊できたんで遊んできました。一応日本語対応にはなってんだけど、デモ版はまだね日本語対応になってなくて、でなんかね謎の女の幽霊が襲ってきて終わると。そして呪いカゴ、ゲゲゲの夜、まさかの鬼太郎のマルチゲームが出ましたね。鬼太郎を操作できるってわけじゃなくて、本当になんて言うんでしょう、デボワー系っていうんですか、刀をね拾ってそれを聖水で清めて、で清めた聖水で鎧をぶっ壊すと。そうすると牛鬼を倒すことができるんだけど、あと1個のところでクリアならずと。結構難しかった。だけどこれはねリリースされたら4人でねコラボとかで遊んでみたいと思います。これはなかなか手応えがありましたね。
だから敵がね妖怪だから、もしかしたらいろいろね長く遊べる作品かもしれない。呪いカゴゲゲゲの夜と、でムツムツプロジェクトさんの巨匠と、あの徹夜報告書を作ったムツムツプロジェクトさんの最新作巨匠ですね。これはアイテムがなんかテトリスみたいな形をしていて、封印棚とかそういったところにこのアイテムをうまくはめて、かつ決められた価値、決められた数字を入れると新しいアイテムを入手することができると。その間に廊下とかに落ちている刀を拾って侍に立ち向かうと。これがねなかなか面白くて、敵を襲ってくるんだけどアイテムも集めなきゃいけないっていうね、いろんなところを回りながら侍が襲ってくるんだけど、刀を使って居合斬りっていうシステムで侍と対峙していくと。自分が気になっていたお祝樹、これは何だろうな、アクションゲームとかじゃなくて探索がちょっとメインなホラーゲーム、ストーリー寄りなホラーゲームで、何か写真とかメモとかを確認しながら進んでいくタイプのホラーゲームですね。多分これは近日発売予定で、来年までいかないのかな、もしかしたら今年中に発売されるって作者の方たちが言っていたんで、これはぜひとも期待ですね。和風ホラー、一体どんなストーリーになるんでしょうか。お祝樹、祝いと呪いと、ジャパニーズホラー。そしてこれも多分リリース予定がない心霊教室というブースがあって、中がねちょっとお化け屋敷みたいな感じになっていて、その中にね私有できる台があったと。で学生さんと企業がなんかコラボレーションして作った作品みたいで、なんかねコントローラーが触れたりとか、本当に結構臨場感あふれるホラーゲームでしたね。でタイムフォアベッド、これちょっとね私有の映像はないんですけども、子供が夜更かししながら手元でゲームをしていると、それをお母さんに見つからないように寝たふりをしながらゲームを遊んでいくんだけど、お母さんに見つかってしまうとゲームオーバーと。でこれがめちゃめちゃインディーの中ではものすごく激推しなナイトメアオペレーター、もう見てわかる通りすごくクオリティが高い作品で、なんとね舞台が下北沢だったりとか、まあ、そういった東京をね舞台にしたホラーゲームなんだけど、シューティングとかアクション要素が高いんだけど、こうなんていうんですかね、 SF と和のなんか敵が融合したものすごくおしゃれな作品で、クオリティの高い作品でしたね。これはねものすごく期待大ですね。でオカルティスト、これはねドイツのデベロッパーさんが作っている作品なんだけど、一応ね日本語対応あります。で見てわかる通りすごいクオリティが高くて、これはねちょっとノーマークでしたね。でこのなんか化け物、要は悪霊退治をする霊媒師がいると、オカルティストと。いやこれもなんか楽しみですね。でその他にもねメキ京の PS5 版とか、あとはクロックタワーとかね、いろんな作品があったんだけど全部さすがに回れませんでしたね。一人称して農場ホラー、そしてアンフォロー、もう本当にいろんなところがね大人気で、
ビジネスデーでも30分待ちとかで、なかなかねうまーくね回れなくて、なんとか2日間回ってなんとかね試遊できたって感じでしたね。いやー、来年はホラーゲームどうなってしまうでしょうか。はい、ということで、2024年の TGS、ホラーゲームまとめでございました。来年も楽しみです。それではまた別のホラーゲームでお会いしましょう。では。